s WM686、S&WM686 は、アメリカの重機メーカー S&W 社が1980年に開発した回転式拳銃である。材質をスチールとしたモデルもあり、そちらは M586 の製品名が与えられている。S&W 社の拳銃として、モデル名の先頭に、 6のナンバーが与えられていることからわかるようにステンレス製で1998年以降はスチールモデルの M586 は限定的にしか生産されていないため2000年代以降このシリーズは M686 の方が一般的なモデルとなっている M686 及び M586 は ディスティングウィッシュとコンバットマグナムという愛称を付けられているが、この名称はあまり有名ではない。外見に関しては M19 の競合製品であったコルトパイソンによく似たエジェクターロッドハウジングを持ち、全体的には M19 よりもパイソンに近いフルラグバレルが特徴的なデザインになっている。また、連射しても指への負担が少ないチェッカリングのない幅の狭いトリガーや、 カウンターボワードではなく、フラットな形状とすることでメンテナンスを、用意化したシリンダの後端、低のフィット感、反動の軽減効果の高いラバーグリップ等、全体的な完成度はパイソンよりも高いと言える。小星、小門は共に引っかかる部分が少ない抜き打ちに適したデザインで、小星は、車体形状のランプタイプ、小門は、フレームトップの溝がそのまま、 サイトとなる一体型の固定式とした安価モデルで、素材は M581 がスチールモデル及び M681 がステンレスモデルである。1996年以降の製品の一つで、シリンダーに強化ステンレスを使用することによって、シリンダー自体を肉薄にし、M686 の相談数を7発に増やした、通称マグナムプラス。 シリンダーの回転度数が60度から51.43度と少なくなったことで理論上トリガープルが向上している。またラウンドバットのブラックもしくはシルバーの357カスタムウッドグリップ耐久性に長けたノンフルーテッドシリンダーを特徴とする3から5から7マグナムシリーズも登場している。スクエアバットのテクスチャーウッドグリップを備えたクラシカルな外観のモデルで 相談数7発のプラスモデルも存在。カスタム部門であるパフォーマンスセンターより発表されたモデルで全く同名の2つのモデルが存在し、SKU が17346のモデルは黒いランプタイプフロントサイト2.5インチのプレシチョンクラウンバレルを備え、シリンダーはムーンクリップを使用するためのカットが入れられたノンフルーテッドシリンダー、グリップは木製となっている。 SKU が11759のモデルはバレルトップにベンチレーテッドリブを備え、シリンダーは同じくノンフルーテッドシリンダー、フロントサイトは視認性の高いオレンジカラーのパートリッジタイプとなっており、サムピースを押し下げるだけでシリンダーが自動でリリースされるスピードリリースサムピースが通されている。s k u 七百五十九の p c m 八十六のみ、 プラスモデルが存在し、相談数、重心長は M686 では、それぞれ6発、4インチ、M686 プラスでは7発、5インチとなっている。パフォーマンスセンターのプロシリーズより発売されたモデルで、5インチのクラウンバレル、パートリッジタイプフロントサイト、ムーンクリップを使用するためカットが設けられたリンダー等を備えている。同じく、 プロシリーズより発売され、4インチのクラウンバレル、ホールド性の高いエルゴノミックドグリップを備えた、モデル。微調整の容易なアジャスタブルリアサイト、パートリッジダブテールフロントサイトに加え、バレル下部に最大5つまで装着できる、筒型のインナーウェイトによってを重量を、調節化なマウントレール付きの6インチブルバレル、等による、射撃競技用モデル。M686 586ともに、重心長や仕様によるバリエーションのほか、製造時期によって仕様が異なっており、それらは M86 のように、ダッシュの後のナンバーで分類されている。M19 は、357マグナム弾を使用する拳銃でありながら、K フレームの採用により、サイズが N フレームより小さく軽量であるため、傾向性に優れていた。しかし、 K フレームは、もともとは、38スペシャル弾用のフレームであるために、耐久性に問題があり、357マグナム弾を多用すると、歪みや破損などを起こすことがあった。M27、M28 のように、N フレームを採用したモデルならば、耐久性に、問題はなかったが、N フレームは、マグナム弾で壊れないことを重視したこともあって、サイズが大型であり、 しかも重く、蛍光性が良いとは言えなかった。そこで、S&W 社は、K フレームより大きく、かつ N フレームより小さい L フレームを新規開発した。この L フレームを採用したことによって、蛍光性と耐久性を両立したのが、M686、および、M586 である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。